四百勝達成今の率直なお気持ちからお聞かせいただけますか。はい、はいえー、あのー、本当に一頭一頭の間があの命がけで走ってくれてあの関係者の皆さんにも支えられてあのとても嬉しいです。はい。どうでしょうあと一で迎えた今日ですけれども今日決めたいそういう思いだったんですか。あ、そうですねもうはいあの一、ー、つでも早く勝ってあの決めたいなと思ってました。はい。え二千十二年三月のデビューで。 えー、丸10年今、11年目に入られた岸田騎士ですけれども、ここまでのご自身、改めて振り返って、いかかがででしょうかそうそすねあのいい時も悪い時も、本当にたくさんの方に支えてもらってあの、頑張れてるなっていうふうに思ってます、はい、今、目標としていることってありますか目標にしてること、そうですね、えっと、も <laughs>、まあ一つでも多くのレースに勝って、あ明日は天皇賞があるんで、はい、勝ちたいです。はい 明日の天皇賞、本当にご自身楽しみなんじゃないですか。ま <laughs> 後ろからもいろいろ声が飛んでますが。はいすね、はい、あのー。<laughs> 期待も、プレッシャーもありますけど、はい、あの、いい結果が出せるように精一杯頑張りたいと思います。まあ、そのね、前日にこの400勝とは一つなんか、勢いもついて、いいかと思いますね、はい。はい、そうですね。あのー、はい、この後のレースンも頑張ります。じゃ、最後に、あのー、全国でね、応援してくださっているファンの皆様に、最後に一言お願いいたします。はい、えー、いつも応援してくださって、ありがとうございます。えー、これからも、あのー、一倉、一倉。 あの魂を込めて、精一杯頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。本当におめでとうございました。じゃあ、ユージョッキーでした。ありがとうございます。